さてとどんどんいきましょうか。ちょっとね、私の推理というか今後の展開予想になりますね。もう音羽ブラック PR 社編は区切りと見てますんで、なのでちょっと今後の予想も挟んでいきたいんですけど、ちょっとねファイル130までのネタバレと金田一シリーズのこれまでの事件のネタバレも一部含まれていますので、その点どうかご注意ください。じゃあ行きましょうか。ですね、まずこれはファイル130のコメント紹介ですね。今回は何についてのコメントかなどは整理せず、いただいた順番にご紹介していきます。まずはファイル130に対してこういったコメントですね。隣人の女性がヘラの可能性も出てきましたね。刈谷に事件の詳細を確認してたのは、事件の発生は見届けたけど顛末は確認できてない。これで早見玲香イコールヘラ説有力ですが、そもそも事件の発生から顛末を確認できない、金田一の隣人は現場に行ってないのでこっちの場合のあるのかも。隣人っていうのは森下桃香かな、シングルマザーだという女性のことね。聖アルプスの、事件前の序盤のシーンで金田一君のうちに息子の宗也と一緒に入り込んできちゃってますからね。森下桃香イコールヘラ説っていうのもまあでも、どうなのかなと思いつつありえるかなとも思ってるんですよ。ただちょっとね、こう現時点では何ともなんですけど、可能性ゼロとも言い切れないかなっていうふうに思ってます。あとは刈谷ね、函館異人館ホテルに登場した刈谷ユダっていう男性いましたね。刈谷ユダと早見玲香ちゃんに関してはちょっと金田一君とその周辺の情報を確認できないという点ではまあ確かにそうかもしれないですね。ちょっとこの辺なんかどうなんだろうなっていう気もしますけどね。あとはこれですね、結局イヤリングは関係なかったのかなと。氷川の落下の件ですね。これに関して氷川のイヤリング落ちてたっていうことになりましたけど、これはね、イヤリングは決定的な証拠としては関係なかったっていうことになりますよね。ファイル130までを読む限りだとね。あとはこう、そうですね、イヤリングの効果、意味としては金田一君的には屋上で眠らされた可能性があると、そういうふうに気づいたきっかけ程度のアイテムだったのかなっていうふうに当チャンネルとしては解釈しています。ドラマアニメで放送された金田一少年の事件簿、その20年後を描いた金田一37歳の事件簿、2023年春からコミックデイズで月2回連載されます。コミックデイズの詳しい楽しみ方はコミックデイズ登録方法で検索してみてください。あとはですね、ちょっとこうまあ厳しいというか、ファンとしての愛情という意味でのご意見だったのかな、こういったコメントもご紹介しておきましょうか。今回の事件かなり雑だなという感想です。はい、松本君の言う通り、氷川のベルトが変えられたこと、ニアリーイコールでジップラインのトリックが使われた証拠にはならないしと、そうですね。2時間では防犯ビデオに映る余裕はないというのもいきなり出てきたこじつけだし、変装の、背格好を比較すれば内神田と確定できるとか、いつから未来の科捜研になったのか、内神田が当初から一度捕まって逃げる予定だったとはいえ、白を切って否認を続けることが十分可能な感じを受けました。ここまでガバガバなのは吸血桜の出席番号での犯人確定や、狐火のお前は存在感がないから後ろでこっそり抜けたと同レベルだと思ってしまいます。なるほど、ファイル130の説明を踏まえてもジップラインは使うことは可能だったよ程度にとどまるのかなと思うんです。いわゆる状況証拠というかね。だから実際に内神田がトリックをそれを実行したんだっていう証拠をつかむには、例えばワイヤーをこすった後だとか、あと別の証拠が出てほしいなとは思っちゃいましたね。こういう風な証拠が上がったから、もうこのタイミングで内神田が実行したしかないよねとか、そういう証拠ですね。内神田自身が自白しちゃったから間違いないんでしょうけど、ちょっとなんとも後味がねっていう事件ではありましたかね。あとこれね、お前は存在感がない。確かにそう解釈してしまいそうな描写、狐火にありましたよね。さあどんどん行きましょう。内神田が警察に連れて行かれる時、時間が経って影の角度が変わったわけでもないだろうにブラックビルが黒かった。よく見てますね。白色のブラックビルに対しての帳尻を合わせるような演出はマイナスにしかならない。確かにね、これね、このコメントいただいてから読み返してみました。確かにそうですね、この天空の密室というセリフを含んでいて、その背景での黒いビルだから、あれが音羽ブラック PR 社なのかもなとは、そうですね、思ってしまいますね。あとはですね、こういうコメントも多かったですね。マリンちゃんが犯人じゃなくてよかった。これね、やっぱりこうマリンちゃん、金田一37歳の事件簿のヒロイン的存在としてもう確立されたっていうところになったんでしょうかね。だからそういうマリンちゃんがもしかしたら犯人なんじゃないかと。で犯人として暴かれて、37歳のストーリーからもう退場していっちゃうんじゃないかとか、そういうようなえぐい展開になる可能性もゼロではなかったんですけど、マリンちゃんファンの読者さんは安堵の様子でしたね。あとは氷川に関してとか、こういったコメントもいただきましたね。氷川さんのベルトについてはバックルが壊れたから変えたんじゃないですかとか、言い逃れはいくらでもできそうな感じしました。実際に会社のゴミ箱にバックルが壊れたベルトを捨てておけば証拠にもなりますしね。あと防犯カメラに映っていないイコール犯人ってのもかなり乱暴かなって思いました。他の3人が丸々2時間車内のどこかのカメラに映っていたならともかく、あの防犯カメラに映っていた時間はせいぜい数分でした。なのでその時間以外はどこで何をしていたかわからないんですから、トリック仕込む時間も取れそうなものです。まあそうですね。例えば氷川の元々のベルトを適度に壊して捨てておけば何とでも言えそうですもんね。あとは犯人が自白する直前の決定的な証拠に関して、今回初めて出てきたよねみたいな、そういう情報でもいいとは思うんですけど、防犯カメラをつなぎ合わせるっていうのが証拠でいいのかなとは、改めて読み返したら思うようにはなりましたね。あとはこれですね。マリンちゃんが最後に主任ではなく金田一さんって呼んだのが気になった。1ミリも疑わなかったって言ったけど、そうだっけと過去の話を見返してしまった。何はともあれマリンちゃんが犯人でなくてよかった。そうなんですよね。そうだっけってなっちゃったんですよね。容疑者リストの一人にマリンちゃん加えてましたし、金田一君も複雑な立場だったのかもしれませんね。あとこれマリンちゃんが主任じゃなくて金田一さんって呼んだのは、職務上の立場じゃなくて金田一主任に聞いてるんじゃなくて、私はあなた個人に聞いて安心したいんですみたいなマリンちゃんの思いがあったのかなっていうふうに私は解釈しています。次ですね。タワマンとか壮霊館のような現時点で高藤が絡んでいないと思われている事件も、実は裏で奴が糸を引いている可能性があるんでしょうかね。これに関してなんですけど、当チャンネルの予想の限りでは今のところファイル130までの時点ではないと見ています。高藤やオリンポス12神が絡んでいると判断できるような明確な根拠が見当たらないっていうだけですけどね。これ全部が全部高藤絡んでいるわけではないのかなっていうふうには考えてます。次です。炎と火事の神ヘーパイストスが今回の犯人に当てはめられた理由が微妙に見えないのが気になります。あと十二神にはかまどの神ヘスティアがいるので、もしかしたらタワマン事件も誘導されたのかもしれないかなと。タワマンマダムの事件でかまど的なやつが確かに描かれてはいましたね。実はあの事件もオリンポス十二神関連でしたっていうオチの事件も、そうですね、ついさっきないかもねとは言ったんですけど、逆にありえるかもしれないなとも思うんですよ。ちょっとこれ0でも100でもないんで何とも言えないですし、最終的には37歳のストーリーが全部終わるまで何とも言えない話かもしれませんしね。これはちょっとまだ断定する根拠がどっち側にもないかなとは思うんですよ。で、世間一般のギリシャ神話の何々の神みたいのは、アレスとヘーパイストスに関しては今のところ関連を印象づける描写はちょっと見当たらないかなと思います。だからなのか後で回収するのかなって、ちょっと少しだけなんかもやっとするんですよね。あとこういったコメントもありましたね。はじめまして、ずっと拝見してましたがコメントいたします。ありがとうございます。で、どんなコメントかな。今回の事件の推理編は読んでて不完全燃焼感があったんですが、高藤リスペクトの去り際、そして脱走、さらに再挑戦を匂わせるセリフ、そしてこの話の最後のマリンちゃんが金田一さんの一言とありがとうの返しを見たら、今までの37歳の看板である謎を解きたくないから、とうとう十二神編が本格化するんだなって思いました。まずは初コメありがとうございます。皆さんからのね、今までコメントしたことなかったけどコメントしますみたいな、そういった初コメもね、大変嬉しいので、どしどしお寄せください。ということで、ここ最近初めましてのコメントの方がね、ほんと増えてきて嬉しい限りなんですよね。さてと、内神田元井、内神田を名乗る男の再登場なんですけど、これどんな形なんでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。